インシャアッラー。ストーリー、佐藤満。出演、地引き号。何を考えているのかわからない。中学時代から9年お付き合いをさせていただいた女性に言われた。いや、本当に何も考えてないだけなんだよと答えると、だとしたらそれはそれでありえないことだと怒られた。ぼーっとしている。だからなのか、存在に気づかれないことも多々ある。まず自動ドアは感知してくれない。虎ノ門ヒルズの自動ドアに感知されず、自力で開けたことがある。撮影場所を回るロケバスの中で、やばい、置いてきたとプロデューサーが焦っていたこともある。もちろん僕はロケバスに乗っていた。大学時代の友人数人と遊んでいる時も、行方不明になったと騒がれた。吉野家の店員にも忘れられる。シリアの国境で入国審査中にバスに置いていかれたこともある。たまたまバックパックは背負っていたから、バスに残していた読みかけの宮沢賢治の銀河鉄道の夜の文庫本だけ失った。無事にシリアに入国し、バスとフェリーでヨルダンとエジプトを回ったが、カイロで全ての荷物を盗まれてしまった。もちろんパスポートも荷物の中だ。何もかも失って、どうやって帰国しようと宿に戻って考えていたら、世界一周中の日本人夫婦に出会った。二人は、これで何か食べてとお金と、私たちは読まないからと一冊の文庫本をくれた。それは僕が1ヶ月前にシリアの国境でバスの中に置いてきてしまった宮沢賢治の銀河鉄道の夜だった。これ僕のですと言うと、二人は不思議そうな顔をしていた。聞くと、その夫婦はシリアのダマスカスで現地の人にもらったのだという。こんなことがあるんだなと思った。全てを失ったと思ったら、奇跡のように本だけが戻ってきた。インシャアッラーだねと二人は笑っていた。アラビア語でインシャアッラーとは、神の実が知るという意味。現地の人たちに何かを聞いても、すぐにインシャアッラーと言われる。最初は曖昧で無責任な言葉だと思っていたが、考えてみれば思い通りにうまくいくことなんかなかなかない。その代わりに神様は小さな奇跡を用意してくれるのだろう。カイロの日本大使館でパスポートを再発行してもらい、日本へ帰る飛行機に乗ったら機内食で食中毒になった。一刻も早く家に帰りたい。しかし家の鍵がなかった。銀河鉄道の夜以外の荷物は全て盗まれていた。僕は後払いの約束で鍵屋さんを呼んだ。到着した鍵屋さんは、僕の姿が不憫すぎたのか、お金はいらないと鍵を開けて帰っていった。もしかしたら奇跡みたいな出来事は、ぼーっとして隙のある人間の周囲に起こりやすいのかもしれない。落ち着いてから世界一周中の二人にお礼のメールをした。これからアルプス山脈のモンブラン周辺をトレッキングするらしい。